佐藤美久の女優道始まります。皆さん、バレンタインの当日夕方6時にこの番組佐藤美久の女優道をお聞きいただきましてありがとうございます。いやー、この番組スタートから、足掛け6年パーソナリティを務めさせていただいておりますが、意外と世の中のビッグイベント、当日に放送ってそんなにないんですよね、実は。でさて、まあそんな中ですね、今年はまあバレンタイン当日の2月14日放送、それも夕方6時ということで、おそらく恋人同士は今からメモリアルバレンタインということで盛り上がっていく方々もいらっしゃると予想する中、お忙しい中わざわざこの番組をお聞きいただいている皆さんとともにですね、今回もいつも通り楽しく進めさせていただければと思っておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ちなみに、私佐藤美久の今年のバレンタイン事情を申しますと、そうですね、去年からですね、後輩がたくさん入ってきてくれましてですね、なので今年はたくさんねあげました。去年にね引き続きっていうか、まあ好評だったベビーカステラっていうのかな、鈴の形のあれじゃないですか、カステラ。あれをホワイトチョコをコーティングしてパンダにするっていう麦チョコを使ってパンダにするっていうのが一番楽なので大量に作るにはそれが一番早いので、それにねさせていただきました。喜んでくれたのでよかったかなというふうに思っております。皆さんね、どんなバレンタインね過ごされたのかね、もしお知らせというか、していただけると、お便りもねいただけるととても嬉しいです。皆様よろしくお願いいたします。ということで、最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間でお仕事、営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もですね、いろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。いつものことながら、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつ、ご紹介させていただければなと思います。まず一つはですね、一つ目はですね、 TBS、毎週火曜日夜10時から、放送されておりますドラマにですね、参加させていただきました。そうですね、このドラマですね、主演が、上白石萌音さん、そして佐藤健さんの、ドラマなんですけれども、なんとありがたいことに佐藤健さんの後ろで一緒に短歌そうを押すっていう、大事なお役をいただきまして、看護師なんですけど、救急看護師だったかなですけども、いやもう佐藤健さんの靴を踏まないのかどうかっていうのがすごいヒヤヒヤしながらでもその顔を出さないようにするのがとっても大変でしたでもすごい嬉しくてはーっていうのがあったんですけれども、本当にありがたかったかなというふうに思います。本当にありがとうございます。応援もですね、またね、来月ねお話できてればなというふうに思います。そして、続いてはですね、日本テレビ、毎週土曜日、夜10時から、放送しております、ドラマにですね、参加させていただきました。主演はですね、私の大好きな女優さんの一人でもあります天海祐希さんが主演のドラマなんですけれども、ご本人には、お会いすることはできなかったんですけれども、でもこのねドラマにこう参加させていただきたかったのでいつとでもいいので参加させていただきたかったので、すごく嬉しかったですし、少しでもこう関われたことにとても嬉しいなというふうに思っております。で先ほどもお話しした TBS のドラマもそうなんですけど、結構最近女性のスタッフさんものすごい多いなというのを最近感じるようになりまして、この間も助監督さんで私と同い年の方 が担当してくださっていて、と思いながら、いやすごいと思いながら、はい、こうねお話もねさせていただいて本当にありがたいなというふうに思います。はい、
そして、続きましてですね、関西テレビの、毎週木曜日深夜、0時55分から1時25分までの放送されております、ドラマがですね、まだあのオンエアもありましてですね、実は私の後輩有本ひとみちゃんですね、この番組にもゲストで来てくれたんですけれども、もうバッチリ映ってるっていうもうあのこのドラマがものすごいあのこう、参加させていただいて、私たちがものすごいこうフューチャーされてるというか、ものすごい使ってくださって、でなんかすごい映るので、やっぱすごい なんですかね、あの演技力めちゃくちゃ必要だなっていうのがものすごく現場でも感じましたし、あの予告編で自分が映ってるっていうのがものすごいやっぱ嬉しいですね。いや、まあ、次回私も次回いるっていうのが感じれるのがものすごく楽しいし、あの参加させていただけてよかったなっていうふうに改めて思いました。はい、ぜひね、ちょっとこれ気になった方ぜひあの検索していただければなと思います。続きましてですね、ただいま私、ボイストレーニングに通わせていただいておりましてですね、宇津先生の下で、勉強させていただいております。まあ、この後のコーナーでもですね、あのお話しさせていただければなというふうに、思っておりますので、やっぱ細かい技術というか上手くなっていくにはっていうのはやっぱなかなか実感もできるんですけど、やっぱ難しいな、歌を上手に歌うってこんなに難しいんだなっていうのをやっぱ改めてとても感じますね。はい、なのでこの後のね、あのコーナーでもお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、続きまして、1月からスタートしております新番組、ここ同じく市川うらら FM さんですね、毎月第2、第4日曜日お昼12時から、放送させていただいておりますまことのま収録ねございました。サブカルチャークリエイティブプロデューサーのまことさんと一緒にですね、写真や音楽、そしてコスプレイヤーなどの、クリエイターの発掘であったり、あとは現在進行中のプロジェクトなどを紹介するという番組なんですけれども、楽しいです、とってもやっぱ自分の好きなアニメであったりそういうのをお話しできるっていうのもすごい楽しかったですし、2月の放送は2月9日の放送と、あと23日日曜日の放送となってるんですけども、23日にですね、ゲストでなんとですね、漫画家の真田千佳先生がですね、お越しくださっておりますので、すごいそのあのなんていうんですかね、女子トークもありつつ、誠さん含め3人でワイワイしてるところもぜひお聞きいただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、続きまして、これはですね、新春浅草歌舞伎をですね感激させていただきました。あの去年に引き続き、感激させていただきまして、嬉しいことにですね、こう年始の、お事務所の恒例行事になりつつありましてですね、あの年始からこう歌舞伎を見るってなかなかやっぱ粋だなって自分でもちょっとかっこいいなって自分でも思ってしまうんですけれども、やっぱそれなんかザ日本人だなっていう感じがあって、でも本当に楽しく拝見させていただきました。でなんと私の座っていた席がですね、なんと花道の真横でして、でも今まで多分なかったと思うんですけど、花道の横だからこそ、近くだからこそ の出演者の方々の顔の表情の細かい動きとかがすごいよく見えるんですよ。やっぱりライトもものすごい当たってるので、すごい見やすくて、あと去り際とか去っていく瞬間とか、あとはこう出てくる、堂々とした構えであったりとか、もうそれも圧巻ですね。本当にかっこいいって思いながらずっと見ておりました。そして、幕間の時にですね、あの主演の、尾上松也さんにもですねお会いさせていただきまして、お忙しい中本当にありがとうございます。本当嬉しい限りでございます。はい毎回緊張してしまうんですけれども笑顔は絶やさず、お話しさせていただいておりまして、本当に気さくにお話ししてくださる、松也さんに本当感謝しております。本当にありがとうございます。そして、最後ですね、ネット配信番組ネットアイドルカタカナ佐藤ミトでですね、今ファイナルファンタジー7をですね、挑戦中でございます。
そのファイナルファンタジー7やらせていただいてるんですけど、実は3月に発売予定だったこのファイナルファンタジー7のリメイク版が発売される予定だったんですけど、4月に延期したということで、これはちょっとまあありがたいというか、ゲームの進みが私遅いのでね1ヶ月ちょっと猶予いただいたということで、本当にたくさんのね見てくださる方もいらっしゃって、常にいつもすぐこの23時から生配信させていただいてるんですけれども、23時ぴったりに来てくださる方本当にたくさんいらっしゃって嬉しすぎて会話が弾んじゃうともうゲーム進まないんですよそうなんです。でも本当に皆さんたくさんコメントいただいたりお助けいただきながら頑張ってますので、リメイク版が出る前には、どうにか頑張ってね終わるのはちょっとなかなか難しいんですけど、リメイクがされる部分までね頑張って終わらせていけばなというふうに思っておりますので、ぜひね皆さん、毎月第1、第3、金曜日23時から、生配信でございますので、YouTube ライブ、ニコ生、ショールーム、3つ同時生配信させていただいておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いいたします。さてこの1ヶ月間ですね、振り返りますと、ありがたいことに本当にたくさんねお仕事もさせていただいておりまして、ですね、浅草歌舞伎もですね拝見させていただきまして、本当にまたこの1月もこの1月もう早かったなっていうふうに思います。なんか今年も早いのかなと思いますけれども、また、2月もね頑張らせていただければなと思います。以上マスリダイアリーのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が、趣味の一つである映画鑑賞に、行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。すいませんカメラ、回ってますかね。回ってない、なんか赤いランプついてるわ。あ、ついてる、ありがとうございます。もう一回頭からお願いします。すいません。頭からね。はい。はい。片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はですね、山田涼介さんが主演をした記憶やあなたを忘れないを見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。まず、公式ホームページから引用させていただきますと、シリーズ累計50万部を突破した折り紙京也の記憶やが最高のスタッフとキャストにより、ついに映画化、監督は人間ドラマをしっかりと描き物語をエンターテインメントに、昇華することに定評がある平川雄一郎、映画つなぐ、僕だけがいない街、ドラマジン、天皇の料理番、義母と娘のブルースなど、次々と話題作を映画化作品を手掛ける監督が本作でもその才能を存分に発揮している。主演には浪花雑貨店の奇跡で等身大の青年を演じきった山田涼介、共演には芳根京子、佐々木蔵之介、蓮佛美沙子、杉本哲太、泉理香、ブラザートム、戸田奈穂、桜井敦子、須藤理沙など、日本映画界には欠かせない唯一無二のキャストが集結、この冬全ての人の記憶に残る感動の物語が誕生する。あらすじはと申しますと、人の記憶を消せる記憶屋っていう人がいるらしく、大学生の良一山田涼介は恋人京子、蓮佛美沙子にプロポーズを OK してもらい幸せの絶頂にいたが、その翌日から京子と連絡が取れなくなってしまう。数日後偶然に駅で京子を見かけた良一は声をかけるが、京子は良一のことを一切覚えていなかった。実は良一は過去に同じ経験をしたことがある。幼少期時代に
幼少期の幼馴染の牧吉根京子が自分の目の前で一部の記憶を失ったのである。良一は都市伝説的な記憶屋のことを知り、牧と弁護士の高原、佐々木蔵之介とともに、京子の記憶を失った原因を探すことに。高原は記憶屋の存在に半信半疑ではあったが、一人娘のためにある記憶を消したいと焦っていた。高原の人生は残り わずかだったのである。記憶屋の正体に近づくにつれ、良一は多くの人が記憶屋に人生を救われていることを知る。だとしたら、なぜ京子の中から良一の記憶が消えたのか。彼らがたどり着いたその先には、運命を大きく変える事実があったということで、記憶屋ですね、拝見させていただきました。見るきっかけというのは、やっぱいつもなんですけれども他の映画を見ていて、あの予告編で、本編始まる前にこう予告編あると思うんですけど、そこでやっぱ見かけてあ、これ見たいなっていう風に思うのがいつものことなんですけれども、やっぱ記憶屋ってなんだろうっていうのがやっぱ私の中であって、実際このね、あらすじにもある通り、こう自分が消し去りたい記憶を消してくれる記憶屋さんということで、なんかなんて言えばいいんですかね、記憶喪失をちょっとこうアレンジというか、その記憶屋という、のにして、ちょっとこうミステリアスというかファンタジーっぽい感じの、テイストになってるのかなというふうに私はね見ていて思ったんですけれども、なんといってもですね、芳根京子さんがですね、もう本当に可愛くって広島が舞台になっておりまして、で主演の山田涼介さん含め、そして、芳根京子さんもですね、広島弁でお話しされるセリフこうがあるんですけれども、がものすごいなんか邪険とかめちゃくちゃ可愛くって、なんかその芳根京子さん演じる牧ですね、のその、山田涼介さん演じる良一に対する思いっていうのがものすごく可愛らしくって、でもちょっと切ないんですけど、こうジンとくるような、その牧の姿っていうのがとっても素敵だなっていうふうに思いますね、思いました。でこの映画のこう口コミというか、こう皆さんが見た感想みたいなのがネット上にあるんですけれども、ここはやっぱこう私もね拝見させていただくんですけど、やっぱり芳根京子さん可愛いっていうのが多かったりだとか、あとは山田涼介さんの私泣くシーンがすごく好きで、やっぱこう整ってる顔からこう一筋こう涙が出るっていうのがすごい綺麗と思いながら拝見させていただいておりまして、なんて言うんですかね、感情をこもった泣き方であったり、こうスッと一本こう涙が出るとか、そういうその演技の幅にやっぱ感動するというか、すごいなっていう風に思いますし、かっこいいっていう風に思います。はい。でこの、途中で出てきます、弁護士高原を演じておられました佐々木蔵之介さんの娘に対する気持ちが、なんかもうなんと言えばいいんでしょうね、っていうか、記憶を消したい部分が あるんですけど、いや、そこまでしなくても、でもその自分が父親なんだっていう気持ちっていうのが、なんて言うんですかね、父親心じゃないですけどがこう垣間見えるというか、こう物語進んでいく中でやっぱ感動する部分かなというふうに思いましたね。はい。でこの主題歌がまたよくってですね、中島みゆきさんの「時代」っていう楽曲なんですけど、皆さんご存知の方たくさんいるかと思うんですけど、私の母も、大好きな歌手の一人でございまして、中島みゆきさん、よくカラオケで私の母はよく時代を歌うんですけれども、回る回るよ時代が回るの
すごいこの映画にぴったりというか、こう時間を駆け巡るじゃないですけど、こう時代がこう回っている感じっていうのがすごいこの作品の中ですごく感じられるので、こうほのぼのではないんですけど、こう淡々とこうストーリーが進んでいくんですよ。それがまた見やすくって、で記憶やってなんか大変なんだなっていうのはすごく感じます。まあ、なかなか正体はね私も明かせないので何とも言えないんですけど、でも本当にあのこの記憶屋さんをあの知った時は私はもうなんかもう悲しくってしょうがなかったんです、本当に。いやーそう途中でちょっと あれっていうふうには思ったんですけど、いやでもなそんなっていうもう言いたい言いたいんですけどでもね、ぜひね皆さんね、あのいやだから本当にですね、もう芳根京子さんのやっぱ演技のやっぱまだ22歳ということで、あのすごい可愛らしい部分もありつつ、あの歩き方とかなんか良一のこと好きだなっていう感じがもうにじみ出てるところがもう見ていて微笑ましいというか、こっちもキュンとする感じが、キュンとする部分もあったりとか、まあ、悲しい部分も多くあるんですけれども、でもなんかキュンとします。芳根さんに私はキュンとしましたで、あの山田涼介さんのプロポーズのシーンとかもあるんですけど、まあ、そこもやっぱかっこいいですね。もう本当に見ていてかっこいいって思いながら拝見させていただいておりました。はい、であとはもう感情をこもってこうあの泣くシーンとか、YouTube の方にですね、メイキングがねあの少しあの載っているので、ぜひねそちらをご覧いただければと思うんですけど、雨の中でこう山田涼介さんがこう泣きながらうわーって言ってるシーンがあるんですけども、そこもこうエキストラさんとかもたくさんいる中でのシーンだったみたいで、やっぱそこもやっぱ感情を爆発させるっていうのはすごいなって改めて思います。やっぱ年齢も、山田涼介さん26歳で、私も25ということであまり変わらないので、やっぱすごいなんていうんですかね、勉強になるというか、やっぱかっこいいなと思いますし、表情がこう細かい表情がやっぱ素敵だなっていうふうに改めて、こういろんなあの浪江作家の、映画もですね、私も拝見させていただきましたけれども、やはりその顔アップで来た時のあの表情の作りが、表情 の, あの表現がすごい細かいな、すごいなってもうすごいしか出てこないんですけどそこがやっぱ私もまあ、私は女性で、あの山田涼介さん男性ですけれども、そういうとこを見習いたいなっていうふうにとても感じました。はい、でそうですね、ぜひぜひ皆さんもですね、ご覧いただけたらなというふうに思っております、ね、あとどれぐらいかな20… あ、そうですね、なので皆さんも、お近くどうですかね、劇場でもし、やってるお近くの劇場でもしやってるところありましたら、ぜひぜひ劇場でご覧いただきたいなというふうにも思いますし、DVD もねもし借りてですね、ご覧いただいてちょっとこう記憶屋というのをですね、ちょっと一つでもちょっと感じていただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんご覧いただければなと思います。以上、今月のカデリムービーリポートのコーナーでした。そして、皆さんなんともエンディングの時間となってまいりました、最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの、出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは、私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして、お聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご質問感想など、お便りをいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。
それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。